皆さんこんにちは。本日ご紹介するエリアはオルティガスセンターです。場所はマカティから約6キロ離れた4000ヘクタールもある大型エリアになります。多くのショッピングモールやオフィス、コンドミニアム、その他複合ビルが集まっております。その中にはセントフランシススクエアやアジア開発銀行の建物、シャングリラホテルなどがあります。またサンミゲル社、ジョリビーフーズ、ロビンソンギャレリアなどの本社もあります。中心にあるシャングリラプラザ、フィリピンでは知らない人がいないシャングリラブランド。フィリピン本社はオルティガスにあります。シャングリラホテルが手掛けるフィリピンのプロジェクトは、ホテルは5つ、コンドミニアムは6つ、モールが1つ。オルティガスのシャングリラプラザはエドサシャングリラと2つのコンドミニアムに隣接しており、完結型になっております。エドサシャングリラに関しては600室のお部屋があり、コロナ前にはファッションショーやフィリピンのラグジュアリーなイベント会場としてもよく使用されていました。メガモール、世界では第9位に大きいモールと言われており、土地面積はなんと10ヘクタールになります。1000店舗数の巨大モールです。平日だけで50万人もの人がこのモールに訪れていると言われています。日本のレストランなども1号店をこちらのメガモールに出すことが多いです。アジア開発銀行、アジア開発銀行の本部ビルはフィリピンのオルティガスにあります。1966年に発足し、現在67カ国の地域で構成されています。黒田総裁も2005年から2013年にわたり、長い期間アジア開発銀行の総裁をしておりました。次はサンミゲルコーポレーションです。1889年マニラの著名な実業家によって設立されたサンミゲル。こちらはスペインの統治下だったため、スペイン国からの承認許可を得て工場を設立したと言われています。そして、なんと東南アジア初のビール工場でもあります。フィリピン最大手のメガバンク BDO バンクデオロもこちらに本社を構えてます。2020年までに、BDO は全国に1400以上の営業支店と4400以上の ATM を持つ、最大の流通ネットワークを持っている銀行となります。マカティの支店ですとジャパンデスクもあり、日本人対応もしております。そしてもう一つ大きなショッピングモールの集合体があります。ロビンソンギャレリアは5階建てのショッピングモールで、400以上のショップ、レストラン、エンターテインメント施設が備えております。いち早くネットフリックスで大流行になったスクイッドゲーム、イカゲームの人形が設置され、世界中で話題となったモールでもあります。世界的にも有名なジョリビーの本社もこちらにあります。ジョリビーは唯一マクドナルドがフィリピンでファストフードのシェアが取れないというぐらい大敵な、蜂のキャラクターのファストフードです。オルティガスセンターの付近には多くの大学もあります。若い方たちのコミュニティエリアにもなっております。コンドミニアムもですね、ビレッジ、大きな家のビレッジなどもありますが、コンドミニアムは20平米だったり30平米以下の物件もたくさん建っており、需要が非常に高まっているエリアでもあります。もし皆さんフィリピンに行かれることがございましたら、ぜひこのオルティガスセンター行かれてみてください。ご視聴ありがとうございました。